おはようございます。はいはい、まあ楽しいです。仕事が休みの時は行ってます。本当ですか？嬉しい。まあ近所のデパートとかに行ってます。友達の家とかに行きます。学校のこと話したりします。行ってみたいところは、行ってみたいところは宇宙。遊園地行きたい。キャンプ行きたい。海とかにも行きたいな。オーレスターパンダだ。あれ？かわいい。おお。これふたくん？この子がふたくんですよ。かわいいですね。待って、かわいい。今日立つかな。ロバだ。ロバ。犬を飼ってます。トイプードルとシーズとマルチーズじゃなくて柴犬の雑種。ラッキーとマリと翼、ペルシャ猫。なんかゴージャス感がいい。キャット。
行ってきます。じゃあ出しますね。待ってる。サーヤです。12歳です。13歳です。趣味は、バドミントンで、特技はダンスです。観覧車はまあいいけど、男の人とは乗りたくない。好きなタイプの男性は？わあ、顔に透明感がある人。性格は性格は面白い人、話が弾む人。いや、大丈夫です。はい。海とかにも行きたいな。いや、ちょっと。ああ、来た。冷たい。
も行きたいな。なんかバスケットボール海とかにも行きたいな。やるじゃん。海とかにも行きたいな。あー来た来た、逃げる。はい、クロールと、なんだっけ、背泳ぎ。前、ちっちゃい頃、プール習ってました。プールは行ってないです。あ、昨日行きましたよ。弟の応援に行きました。はい、トライアスロンは何百人だったっけ、100人中、いや100何人中5位ぐらいだと思う。すごくはないと思う。そう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 。あ、じゃあいいとこで言ってくれれば。あ。Thank you.
バドミントンで特技はダンスです。バドミントンできてきます。はい、大丈夫。そうだ。いや、言ってないんだよ。趣味は、バドミントンで、あれ笑ったな。
しかったです。野球をしたりしたので楽しかったです。いや、普通です。はいはい、ペコペコです。早く食べたいです。普通に食べさせてくれればいいじゃないですか。3連勝目指して頑張るぞ。おー、最初のゲームはジェンガですか。はい、そしてですね、お相手は目の前にいる方です。社長、とにかくやってみよう。これに勝ったら何を食べさせてくれるんですか。お肉です。負けてくださいよ。手つけたところは、あ、大丈夫ですよ。帰って大丈夫です。大丈夫です。滑んないな。え？絶対これ危ないよ。こういう感じでいいですか？はい、ありがとうございます。上でもいいんですか。はい、大丈夫です。一番上以外だったら結構です。これ、うん、これで勝負するべき。するべき。マジですか。これもうやばいよ。倒れる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 、やばい。やばいのか。おおすげー。え、やばい、怖い怖い怖い。ああ、絶対ダメだこれは。倒していいよ。
倒れて、おい、やった。続いてのゲームは何ですか？はい、トランプ。ババ抜き買ったら何くれるんですか？焼きそばをいただきます。はい、ここに置いてもらおうか。何を食べれるんですか？千葉だけにシーフードをご用意させていただきました。シーフード？シャシャブーチェンゲボン、イエーイ、クロ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 。置けなくない？うん、もう一回。イエーイ。いいね。そう、本当頭が回ってないよ。置けるくない？
え？もう一回？うん、イエでしました。はい。え、これって全部やっていいんですか？ナスとピーマンとこれ何？椎茸？
しかったです。社長とのゲームは、歌とか女優とかいろいろしていきたいです。いろんなことにまだ挑戦していくので、皆さん応援してください。